どうもお待たせしました。コロナウイルスの関係でお集まりいただきましてありがとうございます。今日の感染者の状況でございますけれども、この後事務方から詳細を説明させていただきますが、このところ急増しておりましたところ、昨日は101名と、2桁になったわけでございます。今日はどうなるかと言って見ておったんですが、本日はそれを超える121名となりました。この結果、累計では1756名ということになったところでございます。決して予断を、これからどうなるか、決して予断を許さない状況でございます。非常に強い警戒感を持って、その動向というものを今後、注視していきたいと考えております。ここにございますように、初めの山の時は、33% が、33% が若い人だったんですが、今は半分が 59%、6割が若い人になっているという状況でございますし、接待を伴う飲食店の感染というのが増えているところでございます。それから医療との関係でございますが、この1635に121に乗るわけでございます。で、その結果、これ昨日現在の数字でございますが、1635名、昨日までの数字で587名の方が療養を要するということでございます。それで具体的には196名の方が医療機関に入っておられ、民間の近く療養施設、今ホテル一つを確保しているところでございますが、そこに119名、自宅待機をされている方が272名という状況でございます。その中で重症者の方は5名ということになってございます。ここにございますように455室の中で今119の方が入っておられる。で、病床は490床のうち196床で、60床重症者用の病床がありますが、5人が入っておられるという状況でございます。で、今回121の方が出てこられますので、この自宅待機の方と合わせてですね、医療が必要な方は医療機関に、それから宿泊施設に移っていくということになるわけであります。今これまでのところ、軽症あるいは重症、重症の方はもとより軽症の方で、医療機関の治療を要する方はすべて、昨日の段階で医療機関に入っておられるということを申し添えたいと思っております。そういう状況の中で数字、この私どもの独自の指標に照らしてみると、この3日間の移動平均の3日間を見ますと、はるかに要件を超えているという状況でございます。一方で、他の3つについては、まだ指標の当たってないという状況でございまして、そういう意味では、かつて最初の時やりましたような外出の自粛、移動制限、休業の要請、そういったものを現段階ではお願いすることは考えてないという状況でございます。しかしながら、今の状況に鑑みまして、いろんなことを後から申し上げますようにお願いをしたいと思っているところであります。その第一でございます。自宅待機の方が先ほど言いました、一番上にいらっしゃるわけでございますが、そういった方々が保健所で調整をして、入院、あるいは宿泊療養、仕分けをして、要請をそれぞれの方にするわけです。その際は速やかにこれに応じて入院や宿泊療養施設での入所をお願いをしたいというのが、今自宅待機をしておられる方々に対するお願いであります。これをしっかりやらないとですね、無症状のある方が多いわけですから、家族のみならず重症化しやすい高齢者の方に移す可能性もあるわけであります。濃厚接触者として家族内の感染というのが今出てきております。ここは本当に気をつけなきゃいけませんので、そのことをしっかり、陽性になった方は自宅にいらっしゃる方で陽性の方で自宅にいらっしゃる方は
入院や療養の要請があったら速やかにそれに従っていただきたい、これを第一強くお願いをしたいと思っております。それから県民のおよび事業者の皆様に対してこれまでいろいろ取り組んできたわけでございますけれども、県民事業者の方々にやってもらいたい感染防止対策それぞれについて緊急メッセージ動画を今配信をしているところでございます。今日の状況を踏まえてまたこれは更新変えていこうと思っております。そういった私自身のメッセージを出していると。それから新しくですね、県民および事業者の皆様にそれぞれが守っていただきたいやっていただきたい感染防止対策についてこれを新たな呼びかけというのを始めているところでございます。28日から県警と県が一緒になって接待を伴う飲食店やナイトクラブといったところに防止対策の徹底の呼びかけをしております。また今日からでございますけれども街頭宣伝車による繁華街における呼びかけというのを始めます。それから業界団体を通じて会員企業に対して感染防止対策をしっかり守ってもらう、それから社員の皆様に感染防止対策市民県民としてやっていただくことをお願いをしているところであります。次のページを開けていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように最近若い方の感染者が増えております。無症状の方が多いわけであります。知らずのうちに先ほど申し上げました高齢者や基礎疾患重症化しやすい方に移す場合もありますし、お子さんたちにも学校が空いて通い始めているお子さんたちに移す可能性があるわけであります。そこで若い方への呼びかけということでそれを強化しておりまして、県内の大学、短期大学、それから専門学校、専修学校226校、これについて学生等に呼びかけをしているところであります。オンライン学習とかしている場合にはですね、そのオンライン学習の頭で呼びかけをしてもらうとか、そういったお願いを今しているところであります。それから今 SNS、Instagram、それから YouTube、いろんな媒体を使って、県の政策等を言っておりますけれども、その中で、10代から30代の方が、開けたときには SNS の広告、我々の呼びかけが出るような仕掛けで配信をしていくというのを昨日からやっているところであります。次のページを開けていただきます。そこで新しい話としてご報告申し上げますのは、クラスターが発生した店舗名を感染症法に基づいて行うことができるようになったわけであります。これは感染が拡大するのを防止をする、つまり疫学調査をしっかりやって広がりを防ぐ、事前に防いでいくということが求められているわけでございますが、なかなかご協力が得られないということだ場合もありますので、店名を公表して、みんながそれを見て、自分に関わり合いがある施設だ、店だということがあれば、名乗り出て PCR 検査等を受けていただくということのためであります。そういったことで感染症法上で、店舗名を、公表ができるようになりました。それから食品衛生法や建築物の衛生法、それぞれの法律に基づいて立ち入り検査、そういった場合に感染防止対策を徹底するように呼びかけていくということを改めてやりたいと、国の方でそういう方針を示されております。我々もしっかりやっていきたいと思いますが、これらの法令に基づく措置でございますけれども、県とそれから保健所を持っております行政令市とそれから久留米市で、あとその他のところは 県がやるということで、それぞれの主体は今申し上げた自治体になるわけでございます。次のページを開けていただきますと、これは改めてのお願いでございます。県民の皆様には人にうつさない、人からうつされない、そして感染しているかもしれないという意識をいつも強く持っているか、それが大事であります。それから外出はご自身の健康状態、発熱しているかどうかとかですね、行き先の感染状況、それから療養施設の感染防止対策、それぞれを確認して外出するかしないか判断をしていただきたい。そして感染防止対策を十分に行っていない接待を伴う飲食店の利用というのは控えていただきたいと思います。それからマスク、手洗い、人との距離、
3密の回避というのはそれぞれが外出あるいはお店に行ったりするときは自らこういうのを守っていただくということであります。それに加えまして大人数の会食や飲み会を避けるようにお願いをしたいと思います。最近、仕事が終わった後仲間で飲み会をやったり飲食を共にした場合にそこで複数名感染をしているそういったケースも出てきております。そこで大人数の会食や飲み会を避けていただきたいということであります。大人数と申し上げておりますのはその行った施設の大きさあるいは構造、まあ、そういったことはまちまちであろうかと思いますので常識的に考えて大人数の会食その場所との関係で大人数と思われるようなやつは避けていただきたいというふうに思っているところであります。それから改めて事業者の皆様に対してはガイドラインに沿った感染防止対策を徹底していただきたいというふうに思います。徹底した行くことによって感染者が発生することを防ぐことができますしそこでもってお客様に対して万が一感染した場合お客様に対してどなたがお客様かというのを明らかにしていただいて感染の広がりを防ぐと場合によってはそれができない場合は店名も公表されるということでありますのでしっかりガイドラインに即して感染防止対策をやっていただきたいということであります。特に接待を伴う飲食店、よりその徹底を図っていただきたいということであります。それから、来店者来られた方にこのガイドラインに沿った対策をこの店は取っているんだと講じているんだということを自ら確認をしその旨を、県のステッカーとかありますのでそれを表示していただくようにお願いをしたいとそのことについても事業者団体とかを通じてあるいは直接職員の方から、お店に行ってこういうお願いを改めて やり始めているところであります。それから接触確認で疫学調査を新しい技術でもって確保していこうということであります。ここはこれをインストールをしてみてくださいとしてくださいというお願いであります。皆さん方にもこのココア等の利用をしっかりやっていただければ万が一の時に身を守ることになるわけであります。どうか皆様方の利用をよろしくお願いをしたいと思います。終わりというのはないので、私の方から以上でございます。はい、非常に強い警戒感を持っているという認識を示されたんですけれども、その、まあ、休業要請とかですね、まあ、そういうことは、その指標に照らして、まだそういう高いないということなんですけれども、その指標自体っていうのは、その、まあ、変更するような状況にはないっていう、はい、今のところはそう ないわけですけれども、医療体制、医療提供体制についてもベッドの占有率とか言ったら基準の以下ですけれどもすでに病院の方には病床の確保等の準備体制に入っていただくようお願いをもう始めているわけです。そういう意味では総合的な評価という独自の仕様でございますのでこれからの感染状況それから地域、まあ、感染者数ですねそれから地域それから施設そういったものを細かく見ていってですねその状況でもって必要な対策が必要であればですね、を取ることが必要であれば、それは果敢に対応していきたいと思っております。自宅待機者がすごく増えていると思うんですけれども、先ほどその自宅待機者に関しては、保健所なりの指導に従って入院するなり、その宿泊療養施設に入るなりっていうのをお願いされてましたけれども、今、その宿泊療養のホテル1棟しか、確保できてない状況だと思うんですけれども、これから100人単位で毎日仮に増えていった場合、すぐ
入れない状況になると思うんですけど、確保の見通しっていうのはどうですか？前も言いましたように今1施設455に入れるようになっておりますが、状況を見ながらですね、ホテル事業者と調整をして、そういった施設を確保できるような話し合いをずっと続けてきておりますので、今福岡市内においてですね、一つの施設について、確保しようと、できるだけ早く開設をしようということで最終調整をしているところであります。で、今後とも、ホテル事業者等と調整をしながらですね、この、民間の宿泊療養施設の、増加、について調整を続けていきたいと思います。で、近々一つの施設を開設をしようと思っております。もうできるだけ早く、もう最終調整に今入っております。これまでその企業がテレワークの呼びかけとかをされたかと思うんですけれども、はい、その人との接触を避けるという意味でそういうのを再度呼びかけるというのは今はもう今日はちょっと新しい話で、特に若者が多いとかですね、そういうことで自宅待機の方が速やかに療養施設に入れるようにするとか、そういったお願いをしたいと思ってやっておりまして、テレワーク、それから時差出勤、自転車による通勤とかね、そういったものは、事業者の方々には引き続き、今もやってるんですけども、引き続き当然要請をしていきます。今しているところですね。家にすみません、読売新聞の塚田と申しますけれども、はい、今福岡市がですね、すごい感染が爆発的に増えてますけれども、知事と高島市長で、はい、会談的に話をしてですね、対策を考えるような気持ちではなかったそれをやりたいと思っています。今まではですね、副知事、副市長ベースでやっておりまして、今後の事態の推移を見て、必要があればですね、速やかに、高島市長、あるいは北橋市長、それから市長会会長、町村会会長と、みんなが集まるのか、それぞれの、2社でやるのか、別としまして、必要に応じて、それはしっかりやっていきたいと思っています。もう高島市長とはその、なんていうんですか、日程の調整とか、実際に会うという段取りまで、できるだけ早くやろうねという話は始めているところであります。すみません、毎日のようにするんですけれども、はい、先ほどあえてその自宅感染と判明した方に対して入院や宿泊療養への入所をお願いしたいとあえて申し上げたという背景には、それに従わないという方が結構いらっしゃるという事実はあるんですか？要するに入所のお願いをするわけですよね。で、その時に療養施設で行くと不便だとかですね、いろんな思いをお持ちの方がいらっしゃるわけですが、そこで、ご家族に移す可能性もあるとか、そういった説得あるいは説明、そういったものに時間を要するケースがあるということです。ですから速やかに、応じていただきたいということであります。でないと家族の中での感染、あるいは自宅待機をされている間、外出をされたり、無症状の方ですからね、外出をされて移されたりすると、ひょっとしたら高齢者の方、基礎疾患のお持ちの方に移すかもしれない、そういうことがありますので、一定期間はやっぱり、ご自身社会からちょっと離れていただくということが、ご家族、ご自身はそうだし、ご家族、それから地域の周りの皆さんを守ることにもなりますので、そういう意味では、自分のご都合だけでですね、対応をしてされないで、速やかに応じていただきたい、そういう趣旨であります。自宅待機者が、270人近くいらっしゃるということですけれども、はい、そういう方がいることで増えている
ということになるんでしょうか。それともその調整に、患者が増えた、新たな陽性者が増えたことで調整に時間がかかっているか増えている、どちらなんですか。そちらとプラス先ほどのやつが少しあります。どちらが主な要素とかって言いますか。まずは調整のところですよね、仕分けのところ。それからで具体的に療養施設で決まったときに、そういった方が、時にはいらっしゃるということであります。で法律上これは医療機関でもないし診療所でもないものですから、そこのところの違いがあろうかと思います。SBS ですけれども、はい、休業要請のところですけれども、はい、週末瀬戸際にあるとの発言があったようですが、はい、今も、出す段階ではないけれども瀬戸際であるという認識がありますか。それは変わってない。要するに非常に警戒感を持って見ていく必要があります。それから状況によっては、いろんな対応というものも考えて講じていく必要があろうかと思っています。そこは変わりません。関連して東京都の小池知事は飲食店やカラオケ店の時短営業を要請してますけれども、はい、そのようなお考えありますか。先ほど言いましたように今の我々の指標から見るとそうなんですが、今後の感染状況と、その感染の仕方の詳細、先ほど言いました施設とか地域とかそういった人数とか、そういうのを見ながら、1回目で我々は全面的な休業要請とかですね、多くの事業者の方に休業要請をかけたり外出の自粛をやらせていただいたわけでございますけれども、北九州の時には北九州の市民の皆様に外出の自粛と、それから2業種について北九州の事業者の方に休業をお願いした、まあ、そういった経験もありますので、そういった措置を取らなきゃいけなくなったような場合には、感染状況とか総合的に判断してどういう措置が経済との関係で一番いわゆる影響が少なくて効果が上げられるかどうかということを考えて、対策を検討したいと、その際は検討したいと思っています。その感染拡大の基準というのはどんなところに置かれているか改めて教えてください。一番大事なのはやっぱり医療提供体制です。その方の症状に合わせた医療提供がしっかりな適切な医療が提供されるかどうかというのが、社会としては一番必要なことなんですね。病気になられた方が、しっかり治療を受けられると、その体制を中心に考えていくと。でその際感染者数って頭数の問題も当然ベッドの数ともありますし、症状、重症、軽症、無症状、そういったこともあろうかと思います。そういう意味で いろんなことを考えて一番効果があって全体として社会としての費用対効果がいい措置を検討していきたいと思います。先ほどの在宅の療養者の話なんですが、はい、その方たちはですね、例えば行動制限であったりとか、どのような形でフォローしているんですか。それは保健所の方からですね、自宅待機をしていただいたら外出はしないでくださいとかね、そういうことをお伝えしていますし、その後のいわゆる経過といいますか、ご連絡をしてですね、どういう状況かということをお聞きをしているわけですね。第1次の時はですね、これほどその拒否する方が問題に、まあ、多少いたんですけど、それ以上多いのかなという感覚があるんですか。今回はですね、というか今度の最近このところの状況というのは、若い方が先ほど言いましたように6割いらっしゃる。でその方々は無症状がものすごく多いわけですね。そういう意味では全くご本人としてはどうもないという印象をお持ちの方も大勢いらっしゃるんだと思います。そこが違っているのではないかと思いますが、その陽性の方 その社会に対する他の人に移す可能性というか、そのリスクというのは変わらないわけですから、そこのところは若い方に対して直接いろいろ感染防止対策をお願いすると同時に、陽性になった方々については先ほど申し上げましたようにいろんな事情を説明をした上でですね、速やかに民間の宿泊施設に入っていただくというのがご本人を守ることにもなるし家族を守ることにもなると思います。
念のための確認で、そのいわゆる拒否する方はどうしても若い方がちょっと目立つなという、はい、あとそれとあの療養施設にです、ね、入るための基準ですね、あの症状、無症状でかつ高齢者になってない方っていうのを基準と基本は そういうことですね。それを今後緩和するとか今のところは ないですね。というのは逆に症状でもって医療機関でもって治療を要する方はもう医療機関に入っていただくと、そういうことを要さない方々を民間の療養施設に入っていただくということですので、あの誰を優先するかじゃなくて、むしろその症状に合わせて医療機関にの入院が必要な方はもう全部昨日までも入っておられるわけです。それは続けていきます。ちょっと細かいんですけど、高齢者以下ってなってるんで、例えば66歳とか7歳とかは、まあ、なかなか療養施設に入りづらいっていうのはあるんですけど、そこはあの今も続けていくっていうか、今のところね、はい、よろしいでしょうか。私も、はい、先ほどから休業要請を受けてについて町でのご見解があってですね、はい、で基本的にはその先週というか週末の段階と大きく変わっていないのではないと思います。だからやはり感染がものすごく大きくなっているけれども、その軽症無症状の人が多いので病床というか医療体制が逼迫している状況ではないかなということ、ないそれが一番大きいと思います。大きいと。そうすると今後は感染が非常に広がるとですね、まあ、例えば無症状とか軽症の人が多くてもそれなりに隔離生活に入るだとか学校とか医療施設が休業したりとかっていう社会生活的な影響がどうしても出てきてしまうと思うんですけれども、はい、この辺がこうその知事のご判断に、ですからそこのところは今後の感染の動向、人数、それから性別、年齢、それから地域、施設、場所、まあね、あ地域、場所は一緒かな、施設とかお店と種類とかね、まあ、そういったことを見ながら、その影響というのを踏まえて、さっき言いました社会として費用対効果が一番いいやり方で感染の防止を図るというのと、経済社会活動の、を行うと、そこのバランスをしっかりとっていくと。すみません、先ほどですね、無症状の方の自宅待機のお話で家族内の感染も出ている、そこは気をつけないといけないとおっしゃられていたんですけども、福岡県内でそういう事例というのはもう起きているんですか。若い方が感染をしてて、あ、その療養中のところね、そこはちょっとあったら出よう。はい、自宅療養での感染、家族感染を起きたという報告は今のところありません。もちろん当初、発症当初の家族内感染、濃厚接触者を稼働していて、検査陽性で出たという方は、これまでもおられますし、検査もおられます。関連してなんですけれども、埼玉で自宅療養中に症例が、症状が悪化して亡くなった方が出てましたけど、はい、県内でですね、そういうふうに亡くなられた方とか、ありません。そういうのはないですね。ありません。毎日もですけども、今日医師会の方が会見をされていて、はい、宿泊療養施設については福岡市内の、まあ、ホテルでリッチモンドホテル、まあ、具体的な名前まで挙げられてましたけども、そこについては今地域の皆さんも含めてね、最終的な調整をしている。ですから福岡市内で民間の療養施設を、近々に確保すべく今最終調整をしているというのが私どもの見解であります。あとは会見の中でも出てたみたいなんですけども、PCR 検査数で、現在県内だと2000件を超えてますけれども、はい、先日の会見の知事もおっしゃった、県内の量が2300あります。で北九州がまた100ぐらい増やすというのをこの前言っておられましたね。上限に迫っているというふうに思いますけども、現状でその PCR 検査が今後患者数、
検査数が増えたときに対応というのはできるというか。これはですね、私どもでは2300ありまして、北九州はまた市として増強されるという話を発表されております。加えてですね、九州山口の応援協定というのを持ってまして、これまでもですね、例えば大分県で院内感染が発生したときに福岡県が、協力をして検査をするという事例もありますし、北九州市の新古文寺病院でクラスターが発生したときには大分県と熊本県の検査の協力をいただいたということで、相互に協力をすることになっておりますし、そういうこれまでの実績もあるわけです。やり方もみんな習熟しておりますので、そういったものも万が一足りなくなったら、協力を得ながらやっていくと。ずいぶんその段階的にでも増やしてきたと思いますけども、今の増え方というのはかなりやっぱり大きくて、自然的に PCR 検査が増えているという状況ですけれども、この2300から短期間で段数増やすということはなかなか難しいという、短期間にやれるようなキットを入れたりね、そういうのもやった上で今2300ですね。でプラスアルファ、例えば新しい検査装置を入れるかどうかとかね、それからキットをもう一遍、増やせるかどうかとか、その辺は今検討はしておりますが、ある程度のリードタイム、時間がかかるかもしれない。そういうもし、足らずないがあった場合は、先ほど言った旧山協定とかでお願いすることになろうかと思いますが、これまでの1週間を見ていきますと、平均がだいたい800件ぐらいですよ、1日ね。で昨日から2100件というのが一番多かったんですけれども、日によってこうラクチェとかの変動はいたしますけれども、今のところ枠に入っているたらずまえは、当座は応援をしてもらう。はい。GoTo キャンペーンがですね、始まって、もう1週間少し経ったんですけど、この前の定例会見では、実は基本的に歓迎をされるという、認識をしてきたんですが、でこれほど、増えていると、この状況を見ても、基本的にはお考えは変わりないという。はい、国の事業で、やっておられて、もうすでに始まっているわけですね。で来られる方も、それぞれの目的地の状況、あるいはホテルの感染防止対策とか、そういったものを踏まえてですね、ご旅行を計画されているんだろうと思います。でそれから来られる時にはしっかりご自身を守るため、またひょっとしたら感染しているかもしれないという意識でもって、他の人に感染をさせないようにするという、そういった防止対策をご本人、旅行者の方にも取っていただく。でこっち側は受け入れる側としては、それぞれの宿泊施設、あるいは、観光施設、宿泊施設、旅行、観光施設において、ガイドラインに沿った措置を今まで講じてきておりますので、それをしっかりやっていくということだと思います。患者を増やさないための入り口の対策がちょっと必要なんじゃないかというお医者さんから声が上がっているんですが、今日知事がお話しされたのは健康なんか呼びかけであるとかですね、正直これで、今の急増を止められるのかどうか少し懸念を抱くんですけど、そこに知事どうお考えですか。いやだから先ほど言いましたように、今後の状況指標あるか状況を見ながら、対策を取るべき措置、必要なものはやっていくということになると。その時に大事なのは医療提供体制、これを守るというのを中心に据えながら、防止拡大、感染拡大を防止をするというのを図っていくと。そこの部分で何ができるかという話と、から医療提供体制のところの確保で充実を今も図りつつあるわけですけど、それを続けていくと、両々相まってですね、やっていくということをしっかりやるということだろうと思いますし、今この数字を見て皆さんもそれぞれお考えのこともあると思うんですね。意識も変わるんだ。でそこでまたこうやって呼びかけをし、これが1週間後な2週間後の数字に出てくるわけです。でそういう意味ではこれから先の状況を規定する今が大切な時期ですから、県民の皆さん、事業者の皆さん一人一人しっかりこれ以上感染を拡大させないんだと、そういう強い意志を持っていただいて、具体的な行動を取っていただきたいと、改めてお願いをしたいと思います。今は第2波にあるというお考えですか。最初の数字出してくる。こうやって見ていただきますと、3日間の移動平均で見ると、経線で分析すると
こういうちょうど一本線なんですね山がね。ところが今回の山はもう不連続になっているから、そういう意味ではこの前申し上げましたようにいわゆる第二波の入り口に立っているのではないかというふうに考えているところであります。これずいぶん前におっしゃっていた第一波の検証について、あの知事おっしゃっていたかと思うんですけども、はい、その進捗状況を今あの準備をしているんですけども、この状況の中で、具体的にどういうふうにやっていくかというやつはちょっと今検討しているところであります。具体的に準備というのはどういう形ですか。まあ、要するにあの応援金のところとか給付金のところとか、それはずっと順番にやってきているわけであります。でそれより幅広い分野で今回のコロナ支えてくださった皆さんに私の感謝の思いを示したいということでやってますから、人数も広がると思うんですね。でその辺を今リストアップとかそういった作業をしているところであります。その検証に関わる方を増やす、検証あの第一波の検証に関わる方を増やす、第一波でいわゆる直接患者さんの治療に当たった方だけじゃなくて運んだ方とかですね、いろんな方もいらっしゃるわけですね。でその病院でそういったチームが活躍をする、治療に専念できるように支えていただいたスタッフの皆さんもいらっしゃる、まあ、そういった方々に感謝の意を示したいという意味で人数が増えますので、ちょっと作業もなかなか大変なんですけど、いずれにしましても、一つの区切りをつけてですね、気持ちを示したいというのは変わっておりません。繰り返しですけど、何かのその第一波の検証についての結果はもう公表されるっていうこと、ご意向ということですか。それどっかでね、うん、まだそれを発表するタイミングじゃないんですけど、作業は続けてます。まあ、ここ最近ですね、そうですね、ちょっと公務員であるとか、あとこうまあ社会のインフラに関わっている人の感染もこうかなり出てきています。まあそのたびにこうあんまりクラスターみたいなことがまだ発生してはいないんですけど、先ほどここで注意を呼びかけるというような呼びかけがありましたけど、例えば特にこうそういったお仕事をしている県職員とかも含めてですね、その人にはこう、抽象的なことじゃなくて具体的にこういうことはしないでくださいとか、こういうところは避けてくださいっていうような、まあ、ある意味行動自粛的な部分の何か指示とか要請とかは出してはいらっしゃらない。例えばあの在宅勤務とかやれるところやっていくとかね、それは続けてやってるわけですけれども、いわゆる職場で の会合、飲食を共にする会合とかね、それは前は、自粛をしましょうということもやってたんですが、宣言が解除されて、全面的にいろんな措置を解除した後はですね、その呼びかけというのは外しておりますけれども、先ほど言いましたように、大人数での会食とかね、会合とかそういうのは避けましょうというふうに国の方も示しておりますので、その点については県庁の職員についてもそれを呼びかけていこうと、それは思います。特になんかその一般県民向けよりも厳しくした何かをってわけではないですか。県民公務員でも同時に、県民の一人でありますから、県民の皆様が守っていただくことをしっかり守っていけば、感染の防止につながっていくと、自らの感染の防止と社会の感染の防止につながっていくと、このように思っています。ここは何でしょうか、はい、検索機能がどれぐらい入れてるとかというデータも。いや、そのデータはまだ調べてないんだけど、簡単に登録できますから、皆さんよろしくお願いします。知事も入れられる、はいはい、はい、よろしいですか。はい、それじゃあ急遽お集まりいただきましてありがとうございました。今大事な時期ですから何もよろしくお願いします。